緊急地震速報でびっくりしましたけれども、とても気持ちのいい朝です。スタジオの中はこんな感じです。窓は全開。すごい、ほら雲が綺麗ですよね。なんかこの雲にね、感動なんですよ、朝から。すごい。スタジオの中はこんな感じです。全部窓開いてるの。すごいね、気持ちいいね。今日も朝のお掃除が終わった後、これからフィットネスのプライベートレッスンが始まります。こんだけ広いスタジオにね、何人来るかな。2、3人じゃないかな。ちょうどいいです。気持ちいいです。同じ方向を向いてる人たちとね、頑張っていきたいなと思います。運動やフィットネスはね、悪いものではありません。たくさんのね、フィットネスクラブがね、今休業中の中、本当に運動すること大切さをひしひしと感じています。皆様の健康のために、そして私の自分の健康のためにね、できること、今できること、閉鎖することができることだけではありません。自粛することだけではありません。3密にならないように気をつけてね、運動すればいいんじゃないでしょうか。お外を歩くのがね、不安な方もいっぱいいらっしゃると思います。スタジオはね、こう次亜塩素酸水噴霧をしながらレッスンをしていますね。していきます。今日もね、今日はとてもね、風が気持ちいいの。スタジオの外はこんな感じです。すごいでしょう、ほら、お空が。なんだろう、この雲。すごい。なんとなくね、守られてるようなね、気がします。お外をね、お散歩してるね、ご家族かな、いらっしゃいますね。スタジオのウィズの前のこの254バイパスはね、毎日走ってるね、ご家族の方もいらっしゃいます。運動はとても気持ちいいです。さあ、頑張ろう。